八尾市立病院は大阪府八尾市にある公立病院。1950年に八尾市南大主堂に市立八尾市民病院として会員。以後、地域の中核病院として機能し、1953年八尾市立病院に改称度重なる増築と建物の老朽化のため2004年5月同市流下町に新築移転。2009年4月1日に、 地方公営企業法全部適用となり、病院事業管理者、総長を設置。地域医療機関との機能分担をし、電子カルテシステムを導入している。紙カルテから、いきなり電子カルテを導入したり、全国の病院で、初めて PFI 方式での管理、運営方式を導入するなど、画期的な試みを行っている病院である。地域集散規模子医療センター指定病院。 国指定地域がん診療連携拠点病院。公益財団法人日本医療機能評価、機構認定病院。地域集散規母子医療センター認定一覧。大阪府健康医療部保健医療室地域保健科母子グループ。2020年6月17日閲覧。大阪府内のがん診療拠点病院一覧。大阪府健康医療部健康推進室。 健康づくり化生活習慣病、癌対策グループ。2020年6月17日閲覧。病院評価結果の情報提供。公益財団法人日本医療機能評価機構。2020年6月17日閲覧。大阪府医療機関情報システム。大阪府。2020年6月17日閲覧。総務大臣表彰。八尾市立病院。 2020年6月17日閲覧。全国公立病院連盟会員病院表彰。八尾市立病院。2020年6月17日閲覧。自治体立有料病院表彰。八尾市立病院。2020年6月17日閲覧。ありがとうございます。